ねえよりマシか。てめえがつけろ。これはザックがつけて。ああ？てめえの方が必要だろう。ザックが死んだら困る。それにこの部屋を調べるのに邪魔。てめえが死んだらどうすんだ。さあ。さあじゃねえだろ。てめえが死んだら俺は出れねえんだ。ちゃんと考えろ。じゃあ苦しくなったら交代してもらう。ち、苦しくなったら言えよ。でどうやってここから出るんだ。どこかにヒントがあるはず。怪しいのは。この死体、何か意味があるはず。文字が書いてある。そいつを動かせばいいのか。なんか書いてあんぞ。醜い足の男、右足で命を踏みにじった愚かな人殺し。罪を自覚し苦しむならばその右足を捨てればよいのに。罪と罰が釣り合えば地獄に光が差すこともある。右足を捨てる。罪と罰が釣り合う。天秤。苦しくなる前に言えっつったろ。どうすりゃいい。あれを天秤に乗せて。次は何すりゃいいんだ。罪の重さを測れば何か起きるはず。何も起きねえぞ。そんなはずはないと思う。